連続鋳造とは、製鉄所での主要な工程の一つで、溶けた鉄が固まる過程で、一定の形の鋼片を作ることである。短く連緯や CC とも呼ばれる。鉄鋼用の連続鋳造機では、ほぼすべてが、下方向に溶けた鉄を引き出す方式であるが、中鉄用では水平方向に引き出すものもある。なお連続駐造機は、その立面形状により、垂直型、湾曲型、 垂直曲げ型、水平型に大別される。連続中臓器の概略図。1. 鳥辺。最上部にある鳥辺に陽光を注入する。鳥辺では陽光中にある海在物が浮かぶので、それを除去する。2. タンディッシュタンディッシュでも海在物を浮かせて除去する。3. イガタイガタは、水冷されているため、イガタに接した陽光は、急冷されて強固し始める。4. ガス切断機個体となった鋼片はガス切断機で適度な長さに切断される。連続鋳造は狭い成分系での要項の管理技術が必要であり、鉄鋼メーカーは生産性と品質レベルの向上にしのぎを削っているが、基本的にはコマーシャルベースでの廉価性に特化した技術である。なお、 連続鋳造ができない特殊な鋼については、昔ながらの鋳型を用いた鋳造が健在であるのは、連続鋳造機が成分の制約を大きく受け、型液共存温度幅が小さく、デルタフェライトが出ない、熱関性加減素を含まないといった狭い条件で運用されていることの恒例である。強小成分の代表である中小の中鉄、製造メーカーの応用が盛んなのもそれが原因である。 合金設計を駆使したものは、インゴットからさらに別ケースで進化した ESR や VAR などの多重溶解放へ進化しており、様々な先端技術を担っている。精錬工程にて、成分調整を終えた溶鉱は、連続鋳造工程へ運ばれる。連続鋳造工程では、溶鉱を連続的に凝固させて、一定の形の半製品である鋼片を作る。 本工程にて工事体の品質が決定されるため、表面割れ内部割れの抑制、海材物の除去、凝固に伴う変積低減、ポロ式低減など、種脂の品質確保のための技術が導入されている。鉄鋼業界において、日本と中国など新興国と差の大きい分野の一つである。鋼編は、その後、圧塩工程に運ばれて様々な形に加工される。 あらかじめ最終製品に近い形状で鋳造を行うことをニアネットシェープと言い,い、H 型鋼を一回り大きくした形状の鋳、e、型を用いた鋳造も行われている。連続鋳造の主な役割は二つある。一つは、次の圧延工程で加工しやすいように一定の形の半製品を作ることである。半製品は大きく三つに分類でき、 巨大なかまぼこ糸のような形状のものは、スラブ、断面がほぼ正方形で 160mm 角以上のものを、ブルーム、それ以下は、ビレットと、それぞれ呼ばれている。断面が、円状の、ラウンドビレットという特殊な反製品もある。もう一つは、甲虫の解材物を、さらに除去することである。酸化物などの固体の廃在物があると、鋼鉄の強度、加工性。 耐疲労性の低下などの原因となる。そのため、連続鋳造工程で溶鉱が起こするまでに、溶鉱中の介在物を浮かせて除去するようにしている。連続鋳造機の構造概略1、トリベニ、タンデッシュ3、イガタ4、プラズマ統治5、 ストッパー六、垂直部分二メートル以上七、ロール八、ベニスカス九、鋳造パウダー溶鉱の流れ一、トリベニ、タンデッシュ三、イ型四、プラズマトーチ5、ストッパー六、垂直部分二メートル以上連続鋳造は、連続鋳造機によってなされる。連続鋳造機は溶鉱をイガに流し込んで、連続的に鋼塀を作る作業を行う、五七階建てのビルと同じくらいの高さを持つ巨大な、 装置である。以下に連続鋳造機の構造と各部分の役割を述べる。トリベコーで作られた溶鉱は二重精錬を経て、トリベに入れられ、連続鋳造機の最上部に運ばれる。トリベでは溶鉱中の海在物の一部浮上分離除去される。タンディッシュ溶鉱は、トリベの底部から下のタンディッシュへ注がれる。タンディッシュでも海在物の一部浮上分離除去される。溶鉱は、 タンディッシュの底部から胃型へと注がれる。胃型は銅でできており、常に水冷されている。胃型に接触した溶鉱は精密に調整されながら、冷やされる。溶鉱は、胃型の中で外側から、微細な結晶からなる、薄い溶骨核を作り始め、微細な結晶はつながりあって、大きな樹脂上昇へと成長する。連続中臓器での工程を終え、 まだ異変の血管がほとんどない場合は熱い異変は冷えないうちに熱化が圧縁工程に送られる場合もある。また、厳しい用途に使用される鋼の場合、表面血管のチェック、除去や内部血管のチェックのため、一旦冷却された後に圧縁工程に送られる場合もある。1960年代までは、鋳型に溶鉱を流し込んで自然に冷やして固めた鋼鉄を、 再び加熱して分解圧延機で伸ばし、鋼片を作っていた。この方法を分解法という。しかし、これは冷却したものを再加熱するために熱効率が悪いものだった。1970年代に連続鋳造機が発明されると、冷やして固める分解工程が省かれ、溶鉱から目的の反省品である鋼片まで一度に作るようになり、生産性向上と、 超エネルギーが実現されて世界的に広まった。また、分解法では切り捨てなければならない鋼界の頭部や底部が多いため製品のロスが大きかった。当初は垂直に引き出しガス切断していたが現在では図のように水平方向へ導いた後でガス切断している。21世紀の現在では世界のほぼすべての製鉄所で連続中造機が用いられている。 生み出される鋼片の断面形状が同じ場合に、限って連続して鋳造できたが、さらに改良が進み、鋼片の幅を変更して、断面サイズの異なる。鋼片を、鋳造を止めることなく、連続的に生産できるようになっている。さらなる海材物除去や高効率化のために、様々な技術が進歩している。流体力学、熱力学、 量子力学などを用いたシミュレーションも進められている。海材物除去のためのいくつかの仕組みや技術が使用されている。連続中臓器地震から不要な物質が陽光に溶け出さないようにすることも考慮されている。LMF の原理1、異型2、LMF 有効時3、LMF 無工時トリベの底部から流された陽光は咳によって分割された。 タンディッシュと呼ばれる容器に一時的に蓄えられ、さらに底部から下の異形に流される。常に底部から次の容器に移されることや、区分けされた貯留部分によって、より多くの海材物が表面に浮いてくる。タンディッシュでは海材物が浮くまで待つ。その時間分だけ陽光が冷えてしまう。特に継ぎ目部分での温度低下を防ぐために、アルゴン、酸素、空気、 窒素などのプラズマ化した高温機体で部分的に加熱する工夫も行われる。鋳型の垂直部分を長く取る。これによって湾曲が早く始まるよりもより多くの介在物が表面に浮いてくる。LMF およびエンブル電磁ブレーキと呼ばれる技術ではタンディッシュから鋳型内に流入した陽光があまり早く加工しないように政治会をかけてブレーキとする。これにより介在物が 表面に浮上しやすくなる。EMS の原理一、異、e、型 EMS と呼ばれる技術では、異、e、型内の磁界を回転移動させることで陽光に流れを作り、最初に固まる外側に介在物が止まったまま、固まらないようにする。EMC と呼ばれる現在開発中の技術では、異、e、型外から交流磁界をかけることで内部の陽光に逆気電力が生まれ、そのローレンツ力から生まれる。 中心軸方向に絞り込まれる力で、陽光と鋳型の間に隙間が広がる。この隙間に保温と潤滑を助ける連続、中臓パウダーが広がったメニスカスから入り込むため、ゆっくりと冷え固まるので、表面欠陥が減らせる。従来の鋳型では異変と鋳型壁面とのスティッキングを防止するため鋳型に振動を与えており、その振動により、 陽光表面にオシレーションマークと呼ばれるくぼみが生まれ、海在物や気泡が取り込まれることで生じる。表面欠陥があったが、これが防げるとともに、先に冷えた、陽固角と呼ばれる外側表面が上にずり上がることも、防げるので縦割れ欠陥も防げると期待される。連続駐造では、陽光の温度低下の過程で、主に介在物、温度、圧力、変形力の不均一によって、 内部や表面が割れることがある。これを防止することが求められる。以下に割れの原因と対策を示す。わずかに残ったヨウやリンという介在物が鉄の流化に集まって流化物やリン化物のフィルム状となり割れを起こす。同様に炭化物や窒化物が鉄の流化に集まってフィルム状となることもある。ガンマ鉄からアルファ鉄に変態するときに 部分的に固まったアルファ鉄がフィルム状に積出するとアルファ鉄はガンマ鉄に比べて弱いためにそこが破断しやすくなる。こういった不要な物質の濃度をさらに下げ冷却条件を選ぶことでフィルム状に積出させず粒状になるように制御する。また、陽光の凝固途中で長手方向に引っ張り力がかからないように上流からは押し込み下流はいくらか 遅く送るようにしている。垂直方向から水平方向に変わる湾曲部での強制変形力にも配慮して大きな円を描いて曲げるようにしている。また、ロール間の支えのない間に陽光がたわむことがないようにロール間隔を狭めるようにもしている。陽光中に残った不純物は固体よりは液体に残る傾向があり、鉄の冷却過程では 凝固によって体積が縮むために生まれる内部の隙間を移動して中心の最後まで液体であった部分に集積される。これが中心弁積であり完成した鋼材の脆さの原因となる。先に凝固する外側と比べて後で凝固する内側では凝固するときの圧力が低くなるのを補正することで中心弁積が起きないようにする。体積の減少による圧力低下分を 多数のロールで順次、外部から軽く圧力を加えて調整してやる。原因は、変積ともほとんど同じであり、不純物が表面に偏在することで起きる。長手方向での圧縮も有効であるが、最も重要なのは保温と潤滑の機能を持つ連続、鋳造パウダーを均質に流し込む制御である。ABCDE 新日本製鉄編調 鉄と鉄鋼がわかる本日本実用出版社2004年11月10日、初版発行 ISBN45 億3403万8356。ありがとうございます。